どうもいつもありがとうございます。はい、今回ですね、箱が3つと封筒が2つ来てまして、封筒のうち1つがサンプルなんですけど、これ以外は全部通知のもらってるやつですね。ということでやっていきたいと思います。まず開けないやつやります。10月18日 LINE です。サントリー様より無糖レモンスロットってやつで瞬間凍結1本無料引き換えクーポン当たっております。こちら10月30日までやってまして、40万人で当選人数多いやつになります。10月18日メールでいただきました。サンスター様よりレンタルリースを使ってプレミアム体験キャンペーンってやつで、エラベルペイ2000ポイント当たりました。これ900名って多かったんで、普段あんまりデンタルリンス使ったり使ってなかったりなんですけど、まあこれを機に買っておこうかなということで買ったやつになります。で、10月20日 X です。ホームメーラー様よりリニューアル15周年プレゼントキャンペーンってやつで、久しぶり天岐阜1500円当たりました。こちらですね、2186リポストされてまして、そのうち31名が当選ということです。そして続いて10月20日 LINE で当選いただきました。二水様よりすべての本気にうまいのエールをキャンペーンってやつで、オリジナルクオカード鳥の高校デザイン1000円分っていうクオカード当たりました。こちら当選人数300名ですね。なんか鮭フレークみたいなやつを500円買ったレシートで応募できるっていうキャンペーンなんですけど、第1弾第2弾ありまして、両方とも LINE から応募した人の中からさらに抽選なのかダブルチャンスなのかちょっと分かってないんですけど、瓶詰めが鮭が6個、鶏そぼろが6個、なんかサーモスのご飯が炊ける弁当箱が当たるっていう、それがやってるんですよ。で、私正直それを狙って応募してて、まあクオカードでも嬉しいんですけど、それを狙ってたんで、これ当たっちゃったらそっちはどうなのっていう、ダブルチャンスとかだと当たった人は多分対象外になっちゃうと思うので、ちょっとどうなのよって思いつつも、まあ、1000円当たりましたってことです。喜んでいいのかどうなのか微妙な気持ちになっちゃいましたけども、スペシャル賞みたいなやつにもちゃんと抽選になってればいいなって思います。そして10月21日 LINE です。コカ・コーラ様よりシェアで当たるハロウィンキャンペーンってやつで、クーで使える高校ドリンクチケットっていうのが当たりました。これは LINE でコカ・コーラを友達追加しておくと、こういうちょっとしたキャンペーンっていうのは定期的に来るんで、その LINE 通知から見て応募したやつだと思います。はい、そして続いてもコカ・コーラなんですけど、こっちはコークオンアプリの方で当たったやつですね。ちいかわグッズ約30万名様に当たるってやつで、1ポイントコースコークオンドリンクチケット当たりました。これはですね、アプリでコカ・コーラの商品のバーコードをスキャンしていただくとポイントが溜まってって、そのポイントを使って応募するっていうキャンペーンになります。で、1ポイントコースがコークオンドリンクチケット30万名様、そしてもう一つ1ポイントコースフード付きブランケット2500名様、3ポイントコース2500名様クオカード3000円で、2500名様保温冷ステンレスタンブラーセット、そして8ポイントコースが500名様ビッグビーズクッションっていうことになってます。で、コカ・コーラは当選人数すごい多くて当たりやすそうに見えるんですけど、なかなか当たらないです。当たらないっていうか、当たってる人はいるんでしょうけど、そんなに当たるものでもないです。毎日バーコードあれば応募ができるので、私はコカ・コーラのバーコードを1枚パソコンに貼ってます。こちらのキャンペーンが10月16日から始まってまして、12月24日までになります。で、今さらにバーコードスキャンしてもらうと1日1回コークオンポイントっていうポイントが溜まっていきまして、これはコークオンウォレットっていう、そこにポイントが溜まってって、その溜まったポイントで商品が購入できるっていうやつで、私もあまり意識はしてなかったんですけど、見てみたらキャンペーン応募だけで50ポイントぐらい溜まってましたんで、まあ、それも溜まっていきますよっていうことですね。よかったらやってみてください。開けないやつは以上です。では開封の方に行きたいと思います。まずじゃあこれからやりますね。これはアメリカンポーク LINE キャンペーン事務局様から来てますね。開けます。ご当選おめでとうございます。夏のポチポ感謝祭ダブルチャンス賞アメリカンポークオリジナルリユーサブルグロサリーバッグです。はい、ということでエコバッグみたいなやつだと思ってるんですけど、グロサリーバッグって何ですかね。はい、こんな
こんな、ちょっと映らないんでまたここら辺に出しておきます。こんなエコバッグというか、トートバッグというか、なんかこう、なんていう、キャンバス生地までいかないけど、なんか、でもエコバッグよりはしっかりしてるみたいな感じの、そんなバッグいただきました。このキャンペーンはですね、アメリカンポークを確か300円買って、レシートと商品のラベルを一緒に撮影して、LINE から応募するっていうやつだったと思います。で、300円で一口なんで、例えば1200円買ったら4口ですよね。っていう感じで応募ができるやつだったと思います。で、A 賞、B 賞はお肉の塊みたいなやつで、ダブルチャンスがこのバッグっていうことです。はい。私ね、今も秋のやつ、秋のキャンペーンやって、この前応募したんですけど、1200円お肉買ったのに、間違ってさ、一口って入力しちゃって、ちょっとショック受けてます。はい。皆さんもお気をつけください。では、次こちら。これは、カオビューティーブランズリサージ、新グラグリード体育館サンプルプレゼントキャンペーンっていうとこから来てます。はい、リサージ新コラゲリード体感サンプルプレゼントキャンペーンご応募いただきありがとうございました。サンプル4回分ですね。コラゲリード、コラゲリードだから、なんだろう、美容液、薬用誘導美容液だそうです。はい、で4回分いただきました。ありがとうございます。サンプルはですね、当選人数が多いんで当たりやすくって、最近応募した記憶は何個かあって、柔軟剤みたいなやつと、なんかまたキュレルだったかな、なんか応募しました。なんでまた来るかもしれないです。サンプルでもとかね、ちょっとでも化粧品代を抑えたいっていう方はぜひチェックしてみてください。では次、これは前も開けたんでサクッとやりますね。これ伊藤園の食パアップキャンペーンからですね。開けます。ご当選のお知らせ、1ポイントコース食パアップ商品詰め合わせです。これ2個目ですね。じゃーん。ドリンクが 1,2,3,4,5,6,7,8 個と、このマシマシ野菜っていう、なんかね、料理にかけるだけみたいなんですけど、これが4本入ってます。ありがとうございます。これ第2弾まだやってますね。私も応募何回かしましたが、当たりはまだ出てません。はい、では続いてこちら、これはヤフーの宝箱くじで当たったやつです。はい、ちょっと前回何にしたか忘れたって言ってたんですけど、うどんにしてたみたいで、確かね、うどんとナッツとスープだったかな、なんか3個しかね、もう申し込めなかったんですよ、先着だったんで。あれもこれも開いて見てたんで、最終的に何にしたか忘れちゃってたんですけど、うどんにしたみたいで、金福うどんって読むのかな、さぬきうどん、贅沢な食感、違いがわかる、吊るし粉麺、熟成生小松屋麺ボックス、波切り麺って読むっていうのが入ってますね。美味しそう。コシがすごそう。これが麺が3つと、さぬきの出汁が、さぬきうどんつゆっていうのが3つと、さぬきうどん醤油っていうのが3つ入ってます。ありがとうございます。ヤフーの宝箱くじも当選人数多くて、まあ毎日ポチって、年に数回当たるかなっていう。去年確か1回当たって、今年は2回目ですね。どの商品も大体見てたら1500円相当です。続いてこれはですね、グリコジャイアントコーン幸せ止まらないキャンペーンって来てますね。ちょっと見切れてますけど開けます。よいしょ。うわー、なんか思ったよりでっかいな。ご当選おめでとうございます。この度はグリコジャイアントコーン幸せ止まらないキャンペーンご応募いただきありがとうございました。ジャイアントコーンオリジナル寝袋っていうことです。いや、なんか思ってたよりもでっかい。あ、ちょっとまた見切れてるんで、画像出しときますけど、こんな感じのアイスクリームみたいな、こんな感じの長い寝袋当たりました。寝袋って私初めてなんですけど、どうなんだろう。ここから体入れて、これは枕、頭置くとこですよね、多分。使ったことないから買ってみます。なんか車に1個積んどくといいかな。で、なんかこれ今ボトッと落ちたんですけど、これついてました。なんだろう、
はいはいはい、分かった。このさ、この頭の白いところにこれをこうつけるとジャイアントコーンになるよっていう、そういう寝袋ですね。そういう寝袋、当たりました。いや、ありがとうございます。持ってなかったからちょうどいいわ。で、これ見て、非売品。こういうの嬉しいですよね。ジャイアントコーン寝袋、非売品です。ということで、検証情報を一つやりたいと思います。昨日ね、私ちょっと夜出かけたんですよ。でも結構寒くてですね、ついつい買ってしまうのが、これですよね。これ、もうラベル剥がしましたけど、多いお茶のあったかいお茶ですよ。はい。で、これ、今キャンペーンやってまして、いつでもどこでも。オンかな、オンプレゼントキャンペーン、総計1000名様ということで糸へのキャンペーンやってます。これはですね、対象商品が結構たくさんあって、まあこれも対象ですけど、およ茶のあったかいお茶、それから紅茶とかルイボスティーとか、あとはビタミンレモン、レモネード、毎日一杯の青汁も、青汁のホットなんてあるんですね。なんかこれが対象商品で、これがバーコードをですね、切って貼って送ると当たるってやつです。で、1枚が1ポイントで、18ポイント貼っていただくと300名様にポータブルレンジバッグ、ウィルクックって読む？なんかわかんないけど、なんかキャンプの時とか、あとは災害時とか、あとは会社にあったかいご飯を持ってたりとかっていうのに使えるみたいで、で、なんかバッテリーだから多分充電器が入って充電して使うタイプなんですかね。ペットボトルを60度で2時間キープできるし、保冷機能も備え通年使えるっていう、なんかこんなバッグがあるんですね。で、これがですね、300名様に当たる。そして1ポイントコースは700名様にクオカード500円分が当たるっていうキャンペーンになります。18ポイントコースの場合は1通のハガキで一口応募、1ポイントコースは1つのハガキで18口まで応募できるっていうことですね。このキャンペーンが10月1日から12月24日までやってます。で、私ね、どっち狙おうかなと思ってるんですけど、そんなにあったかいお茶も18個飲むのがちょっときついかなっていうのがあるんで、まあ、1ポイントコースかな。あるだけ貼って、無理せずに飲んだ分だけ貼って応募しようかなと思ってます。よかったら皆さんもやってみてください。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。